皆さんこんにちは、ルーチェです。今回は初心者でもできる新ゴナル装備の作り方を紹介していきます。黒い砂漠ではメインクエストを進めるとセレンディア、カルフェオン、メディア地方の冒険に適したナル装備という装備が手に入ります。初心者はこのナル装備を新ゴまで強化していくことが一つの目標になるのですが、そもそも強化の流れがよくわからない、強化のやり方がこれでいいのかわからないと悩む人もいると思います。そこで今回はナル装備を新ゴに強化していく手順を紹介していきたいと思います。この動画を見るとナル装備を新ゴに強化する方法がわかります。また新ゴナル装備を作る必要性や強化の仕組みについても簡単に解説していくので、ぜひ最後まで動画を見ていってください。ちなみに私のチャンネルでは PS4 版黒い砂漠を楽しんでいけるような解説動画を投稿し始めたので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。まず最初に新ゴナル装備を作る必要性について話します。新ゴナル装備の必要性は一般キャラクターとシーズンキャラクターのどちらでゲームを始めたかで大きく違ってきます。正直なところ一般キャラクターで冒険を進めている場合、新ゴナル装備の価値はそこまで高くありません。メインクエストを進めていくとナル装備より能力の高い装備が手に入り、ナル装備を新ゴまで強化させる前に新しい装備に乗り換えていけるパターンがほとんどだからです。ですがシーズンキャラクターで始めた場合、初心者にとっても熟練者にとっても新ゴナル装備は非常に重要なアイテムとなります。シーズンの場合、ナル装備の超上位互換となるトゥバラ装備との交換に必要になるからです。トゥバラ装備はシーズン最大の旨味を持つアイテムで、その性能はボス装備に匹敵するものとなります。またナル装備はゲーム内における全ての装備の中で強化難易度が一番低く設定されています。初心者にとって強化の足がかりになる装備でもあるので、いずれにしても初心者はナル装備をしっかりと新ゴに強化していく必要があります。次に具体的な強化の流れを見ていきます。ナル装備を強化するには始まりのブラックストーンというアイテムを使います。それぞれ武器用と防具用の2種類があり、基本的にはメインクエストの報酬で入手していく形になります。ノーマルのブラックストーンを3つ加熱することでも手に入りますが、非常にもったいないのでやめておきましょう。クエスト報酬で余るほどの量が手に入ります。始まりのブラックストーンはナル装備関係にしか使わないので、とにかく新ゴができるまでひたすら強化チャレンジをしていくことになります。ここで強化の仕組みを簡単に解説していきます。装備は大きく分けて武器、防具、アクセサリーの3種類になります。そのうち武器と防具は強化値が未強化を除いてプラス1からプラス15、強化値の16段階目からは新という呼び方に変わり、新1から新5の合計20段階あります。アクセサリーは未強化を除いて新1から新5の5段階となっていますが、ナルアクセサリーを含めた一部のアクセサリーは新3までしか強化できないものもあります。強化段階は上がれば上がるほど成功率が低くなっていきますが、武器に関してはプラス7、防具に関してはプラス5段階までは成功率 100% になっているので、まずは装備の全部位を強化成功率 100% のところまで強化してからがスタートになります。強化に成功すると強化値が1段階ずつ上がっていき、失敗すると新2以降からは強化値が1段階下がるようになります。またどの強化段階でも失敗するとスタックと呼ばれる強化成功率上昇の数値が溜まっていきます。通常の本装備では失敗を繰り返しスタックを貯めながら高い強化段階にチャレンジしていくのが一般的となります。ただし失敗した時スタックが貯まる代わりに装備の最大耐久度が減ります。最大耐久度が一定量減ると強化チャレンジができなくなるので、鍛冶屋などを利用して修理する必要があります。最大耐久度の修理に必要な素材は基本的には修理したい装備の未強化品となります。ナル装備の場合は NPC のプガルを通して始まりのブラックストーンを未強化のナル装備と交換することができます。初心者にとってスタック、最大耐久度の回復、新2以降の失敗で強化値が下がるというところが一番分かりにくい部分になるかと思いますが、今回はナル装備を扱うのでうっすらと頭の片隅に置いておいてもらえればと思います。そしてアクセサリーの強化は同じアクセサリーの未強化品を素材として使い、失敗すると現物と素材が砕けてなくなるので、さらに強化難易度が高いものとなっています。ナルアクセサリーは基本的に強化する必要がないので、今回は詳細を割愛させてもらいます。いずれボス装備などの本装備を扱ったより本格的な強化の動画も投稿しようと思っているので、詳しい解説はその時にしたいと思います。それでは実際にナル装備を強化してみます。ここからは音声が未編集になるので聞き苦しい点もあるかと思いますが、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。はい、ということでじゃあ実践やっていきます。まず闇の精霊を呼び出して、
強化画面を開きましょう。で今回ちょっと素材のね、数の都合上ちょっと、防具しか叩けないんですけども、一例をお見せします。まずナルヘルムですね。まあ、ヘルムから順番にやっていきますか。で今プラス5までもう強化してあるんですけども、ここまでは、先ほど説明したように防具に関してはプラス5までの、ね、強化値は、100% 成功するんで、まあ、とりあえずここまでやってもらって、で武器に関してはプラス7まで、成功するの でここからですねどんどんやっていきます。でもう新1できるまでね脳筋でもうどんどんやっていきましょう。最初のね新2になるまではね強化値が下がらないので、ここはもうどんどん脳筋でやっていっていいと思います。アニメーションのね、スキップですね。これアニメーションスキップ入れとくと、淡々とこうやっていけるんで、もうどんどんと通していきます。同じようにこれね鳴る装備だからこういうやり方できるんですけども、本装備になった時はねちょっともうちょっと慎重に叩かないと資産がもったいないことになるんで気をつけた方がいいですね。でまあこうやってやってるだけでね、素材のある限りどんどんと強化が通っていくので、まあ、こんな感じで、新1はすぐ作れると思います。そしてですね新1ができたら、全部今度新2にします。同じように全部新2ですね。はい。でまあ全部新2ができました。武器もね武器がある場合は武器もあると思うんで、初めてやる人は武器も同じような感じでやってもらいたいと思います。でこれ新2が全部準備できたら今度一つずつ叩いていきます。成功したら次の新2ですね。成功したら次をやります。でここで失敗をしたら一つ強化値の高いものを叩くというような形でやります。でこれ2回失敗したのでこうなった場合は一番強化値の高いものを叩きます。でこれもう新4がこれでできました。で同じようにまた新2を作ります。新1から下はね下がらないんでね、まず新2ですね。新2を作ったらそうですね、もう一回じゃあ新2を叩いて、で残りの新2も叩きます。でまあこううまくいくとこうやって新3できるので、新3を今度叩きます。でこれダメだったら次の新3ですね。強化値が一つ上のものという形で行きましたね。で、次また新2ですね。強化値の一番低いものでこれ失敗したので次新3ですね、行きましょう。でこれ全部新4できたので次新2でもう一回叩きます。でこれ失敗したのでどうしようかな、失敗したけどここちょっと無理やり叩いて新3までいければなかなかこうやって通らないこともあるんですけどもいいですね。で新3来たらチャレンジして、失敗したら次新4ですね。いいですね。これ新5が通りました。でここでいきませんね。じゃあもう一回新4やってみますか。でこれ今新4失敗したんでこれ次の新4を叩きます。でこれもうあっという間にね、2つできたのでここですね、ここまた新3まで無理やり通します。いかないかな。まあこの場合はあれか、新2が、新2で失敗してるので新3行ってみますか。いかないですね。その場合はこの場合はもう一回同じものを一番強化値の高いものを使ってという形で、なかなかさあ通らない、なかなかいきませんね。じゃ
これちょっとやってみますか。新に失敗したんで新3チャレンジで行きましたね。新4通りましたね。今ここですね。新3が失敗したんでここもう一回やります。あ、いいですね。で最後一つになったらもう全部通るまで、なるの場合は無理やりやっても通るんで、でまあこういう最後の時にねこうアニメーションスキップ飛ばしたりして、あ、解除したりして演出を見て、あ、いかないですねまあこういうことがねあるんでね、なかなか。じゃあもう一回行ってみましょう。さあここで通るか、ダメですね。あ、行きましたね。じゃあこれもう一回、さあ通ってほしいところですが、あ、行きましたね。はい、まあちょっとこんな感じでねやってみたんですけどもね、基本的には、私はいつも、まあ、こういう感じで叩いてます。強化値の低いものからやっていって、失敗したら強化値の高いものを叩く、で成功したらまた強化値の低いものを叩いてやっていくというような形で、やると比較的簡単に鳴る装備信号作れるんじゃないかと思います。まあ、だいぶね、慣れとかもあるんですけどもね、まあ、鳴る装備信号作るとね本当に、シーズンキャラクターとかで始めた時にだいぶ美味しい思いができるので、そのさっき言った上位互換になるそのトゥバラ装備ですよね、 それらと交換することがね今度できるので、積極的に強化をやってもらいたいと思います。はい、じゃあ実践編は以上になります。いかがだったでしょうか。強化チャレンジにこのやり方が正しいとかの概念はないので、あくまでも一つの例として参考にしてもらえればと思います。ということで本日のまとめです。今回は初心者でもできる新語鳴る装備の作り方について紹介しました。具体的には新語鳴る装備を作ることは強化の基本であり、初心者が強化にチャレンジする上での足がかりになるということ、始まりのブラックストーンは鳴る装備の強化や交換にしか使わないということ、スタック、最大耐久度、強化値の変動といった強化の仕組みを知るということを話しました。強化に慣れたプレイヤーからすると、鳴る装備の強化はあまりにも難易度が低すぎて練習にさえならないと思う人も多くいると思います。私も少し前までそう思っていましたが、黒い砂漠を始めたての人にとっては強化すれば目に見えてキャラクターの強さの変化がわかりますし、低い強化難易度の中にも失敗があり、新1から新5の強化では強化値の変動を体験できたりと、今では一周回って強化の基礎を学ぶにはもってこいだと思うようになりました。本格的な強化に取り組むようになると苦しい場面も出てくると思いますが、自分なりの強化のやり方を見つけて冒険を楽しんでいってもらいたいと思います。今後も PS4 版黒い砂漠をプレイする上で役に立つ情報を発信していくので、この動画が良かったよと思った人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。